あなたへの恋は最上級、世界で一つの最上級、言葉に込めても込めても足りない想い、泣きたいくらいに思っている、泣きたいくらいに恋している。アルミやべえよ。もっと多分君の想像も超えると思う。じゃあもっとアルミに触れて。形ってもっと重くなかったのかし。マジか。500売ってる。今片木さんが小野君の位置で。そこ小野君の位置か。そうそう。形すると横山の体が外より。キックはもう完全外。で別にいいんじゃない。そんなに横山が外にいるなって感覚はない。ない。この辺。そんなもんか。あ、それでいつも通りみたい。外歩けんの？避ける感じではある。かぶっちゃっても全然いいんで。ただピアノが、言うほど俺見られてないから。見てるよ。いやいや、ゆるたんと横の再会にゆるたんだと見られてない。見られてないんだよ。見えないじゃん。今日見えなかった。結構諦められてる。外側通れるならそれぐらいが綺麗だと思います。ドラム、ギター、ベース、キーボードを始めます。僕と共にバンドでプロを目指しませんか？橋口さんはなぜミュージシャンになろうと思ったんですか？今やってて本当に仕事できなかった、うん、俺の後輩だった女の子がよくチョイスで言われます。その子は橋口みたいなやつだったり、そういう存在だったんだな。だから俺には音楽しか出んのや。うるケイジ君さ、もしかして戦場帰り？ちょっと行ってきた。中東の方に行け。中東のほい、この人知らねえんだ。え、知らないよ。どういう喋り声だ。あ、ここ欲しいですね。八谷さん、横山の掘り高が非常に人ごめんとこ。横山どの病院でもないしさ、美味しいですね、本当。弁当八谷さん、面白くないから。面白いことを言わなきゃいけないってことは間違ってる。裏がいたんだって言った。八谷さん、ボーカル取られてますけど。あいつはボーカル舐めてる。あいつは、いや、あいつボーカル舐めてる。夜長やかましい。じゃあ頑張りましょう。はい。大して変わんねえな。服装もちょっと似てるし。ちなみに皆さん30分からは照明さん PA さんの直しが入るんでね。ケイジにプレッシャー与えちゃった。これ載せんの？社長 OK で、社長は絶対大丈夫だ。賛成系が分かんない。だから2丁目になってくるんだよね。マックスがなぜそれじゃなきゃいけないのかが分からない。一番強いじゃないと、Breathe back。この子やっぱ攻めないんだよ。じゃあよろしくお願いします。じゃあ、最後。ワイチャス！ワイチャス！Yeah.
した。年内最後。楽しかった。お疲れ様でした。2018年のワンマンライブ、いい締めでした。ありがとう。ライブが終わったぞ。ありがとうございました。乾杯の温度を取っていただきましょう。お疲れ、乾杯。乾杯。1ヶ月半ぶりのアルコールを開きます。どう、久しぶりの。美味しい美味しい。俺がお酒を飲める日、みんなも喜んでくれてるぞ。今撮ってるよ。みんなスマホいじって、みんなつぶやいて、つぶやいて、飲んだよって。よかったな。それやめようよ。今日羽田、皆さんどうでした？正直よくわかんない。表から見てていろいろ思うところがあるの、すごい良かったなと思って、もっと救いきれないんじゃないか、もっと気持ち的に残っちゃうんじゃないかなと思ったけど、そんなこともなくちゃんと気持ちが整理できるぐらいの感じになるなと思っていて、形としてはすごく良かったんじゃないかなと思っているから、あとはみんなが道路が聞いてるんで、うちらから表情は見れてないから、それを聞きたいなぁ。お客さん、そうそうそう、実になんか違うかって言われたら別にそんなことはない、うん、なるほど。演奏してる側の気持ちとしては、もうちょっとガンとは行きたいなと思う。東京と比べてるから、いや走る人の歌に同調して乗りやすいとか、そういう時にみんなでガーって行こうぜみたいな、そういうのが東京のいいところでもある、うんうん、続いた方がライブ感が多いんじゃないかなって、まあ、でもそこを僕の人として変えたんです。東京と羽田って、羽田の方がより物語ライクに聞こえると俺は思ってるので、単純に物語ライクなのが2個続いてる印象があるので、そういう視点での良し悪し、あ、そうだから、それが入ってきすぎて回収できないんじゃないかって思って聞いて、なるほど。お話を2個だった感じで、それって結構聞き手には集中力いるんだよね、語り系の歌って。だから別に否定も肯定もしてない。ただ東京ってさ、ただねー、リモーションかだけど、いつもこんな赤くなるの早くなってるやつ、倍から早い。俺これで真っ赤になるの。なんかもうその時酔っ払ってるとか。そうなってた。お酒で待ってた。あのもうちょっと遅い時間に不安定になってくれてますね。割と最近早い。早い。だって全然酔っ払ってない。酔っ払うのはゴールじゃない。それがネタで。ダメだ。チームの敬語。チームの敬語だ。完全に。嘘変えた。地方に出たからといってポテトチップスを食べるの。よこやん、ピザポテト食べ過ぎの。え、ピザポテトそんな食ってんの。コンビニによると食べたいか食べたくないかも分かんないのにポテトチップスを買う。そうさ、酔ってる時ビーバー前一人で喋って買ってる。これ食っちゃうかな、どうしよう。一人で嬉しそう。言ってる言ってる。全然決まんない。いや、選んでるからね。それは分かるよ。何を選んでるかって言ったら脂質の量を見てるわけ。あ、なるほど。でもポテトチップスなんだよ。最近変わったの、カップラーメンの脂質が低いってことに気づいて。カップラーメン食ってる。食ってる。いや、サウナで気取りしてこいや。誰かサウナに連れてくるんじゃないですか。行ってくんだよ。とてもやばい。で、横山が一番面白いのはオンスパなわけ。わかる。オンスパが一番面白い。そう、本当にね、みんなに伝えたいから酔ってる場合だ。効能とかね、これよりもこっちの方がいいよみたいな話とか。だからね、スパじゃないとダメなの。ただ入り方を否定されるの、全力で。だからさっきどこ行ってたの。いなかったじゃんって話をしたんでね。裸で二人とも。どこに行けるってこと。どこ行けねえじゃん。本当だよ、なんかなかった。それをさ、フルメイキッド横やん、本気で説明してくるわけ。シャックノイル、一緒に初めて行くのにようこそ感出る。お前もあるよ。お前もまだ入ってないだろって。わかるわかるよ。これでもなんて言ったの、ロボットみたいな。前からいますみたいな。いや、なんだよ。リフェはさ、一緒に入った時にすごい喋ってたんだけど、そういう時はもうそんなに喋らないの。俺がメリットの話嫌いだからよくやるから。横山は静かに俺と隣で演奏してる感じ。また主張が強いのよ。待って、おかしくない。わかるわ。滲み出てるの。私は今こういう手で、こういう手で、こういう手で。いやいや、案内開始。今日はサンタさんが来る前に。そうね、サンタさんフィンランドから夜勤で来る。お互い気まずいじゃん、鉢合わせちゃう。誰だ、部屋飲みしたのは。してない。部屋飲みは禁止だって言ってんだろう。周りに迷惑をかけるんじゃない。そういう先生いたよね。もう寝ろって。今回完璧だから。どう完璧だったの。上手も下手もメンバーの向かいは橋口と俺だから。ああ上は上は知らんよ。下は下も知らん。上下に謝れ。やかましくしてないが信用できないんだよ、酔っ払いの判断は。これはね、本当に信用しなくていい。 ちなみに、どこやんってなんかは声がすぐポンってでかく。禁止だぞ。はーい、もう寝ろ。今から妖怪神社に行きたいね。行ってみたいよね。なにこれめっちゃ可愛い。
れは可愛いんだ。ハマる？固め固め。親顔やめろ。え、マジで？すご。なんもねえもん。運転席。皆さん、横浜公園の特典会のお客様にプレゼント、はい、せっかくですから、ここで当たりぐらい買えたんです。私は買いました。じゃん、デニムポーチ。私これにします。はい、目玉などを入れていただいて。もうすぐお昼ですから帰ろう帰ろう。チキン食べよう。チキン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 メリークリスマス。クリスマスといえばチクワです。チクワゲームしないよ。何？両端からチクワを食べるさ。あ、よくやった。練り物でそれ絶対やりたくない。皆さん、メリークリスマス。魚肉。みんな素敵なクリスマスを。僕らのクリスマスはこういう感じだったんで、チキンもチクワも同じようなもんだろ。年内最後の待ち度はバシッと決めていきましょう。はい、はい、確かにちょっと気合いは入ってなかったんで。どうしよう、ありがとう。お、こんばんは。1月1日になってから25分ぐらい経った。2019年一発目の発声ということで。そうですね、 FM 横浜生放送で年をさせてもらいました。で、今生放送が終わったということで、スタッフの皆さんとカウチの手に噛み締めて。あ、そうなんだ。飲んでる。お疲れした。やべ、2019年のキムジ君マジやべ。2019年どんな年にしたいですか？売れたいよね、本当に。たくさんいい曲書いて、こいつが、こいつが本当にたくさんいい曲ね。どうしたの？どうしたの？たくさん書いて、やぶの年にしたいですね。毎年行ってますけど、いい曲書きたい。本当にそれしかないよね、なることって。だから2018年で学んだいい部分はちゃんと2019年もリフレインして、そうじゃないところは見つめ直して、2019年はみんながあっと驚くような景色を作りに行くための最初の一歩が先に行くから。君何してました？今年最高ってやっぱ今年だよねって。今年いい1年にしたいと思います。2020年には今とは比べ物にならない景色を見てるようにする、そんな2019年にします。